ライブの、リハって難しくないですか？ああ、何弾くかみたいなリ話とハ、か、そ何か。で、例えば、の、最近、まあ、1年前か。ライブのリハって、要するにライブハウスでやる、その本番前のリハーサルってことでしょ？そうですね。サウンドチェックとサか。ウンドチェック。そう。で、セッティングして、音出す。で、自分は、なんか、結構、音ちっちゃくしたかったりするんですよ。中音ってこと？中音。まあ、自分が聞こえればいいかぐらいでセッティングしたりする。で、そうすると、バンド内で、いや、もうちょっと音出してほしい、聞こえづらいわ、みたいな話もあったりする。よく言われてたね、お前、そ村う。田君に。で、いや、俺はでもこれぐらいがいいんだよな、ってなる。で、PA の人に、いや、ちょっとモニターの返しでどうにかしてくれませんかって話す。で、いや、で元も、上げてくださいって言わそれる。う。でも、モニターは、そう。もうこれ限界ですって言われる。で、結局なんか、アンプの方を上げなきゃいけないみたいな話になる。いや、俺別に上げたくないんだけどなってなって、本ちゃん鳴らすと、なんかめっちゃやりにくいみたいな。まあいいんだよ、そんな繊細な音楽やってるわけじゃねえから。ことある。いや、みんなリハーサル、なんかそんな、なんか難しさみたいな、ないですか？いや、なんか、大変さというか。だからチェックで、本番がなんですか、その、やりやすい状態ってなかなかあんまり、うまくいったことないっていうか、その、まあ、その注文の、ちゃんとうまく注文ができないのもあるけど。でもなんか昔の人の PA のやばさを聞いてるとさ、なんかもうなんか、本当平和になったなと思うよ。だってなんか、普通になんか本番入ったらなんか、全切りされてたことがあるみたいいや、それは話怖いもわ。聞くじゃん。まあ、そういうことはもうさすがになかった、ね。俺らの時は。だし、まあなんか、その、なんていうか、規模感的にそんななんか PA の音で、めちゃめちゃ良くも悪くもなんねえだろ、みたいな 気持ちでやってたから、そんなに気にしたことないかな。やりにくいな、みたいな話はあるけど、まあなんかその、ちゃんと合ってるからいい音楽ってわけでもねえしな、みたいな。